ん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズの村上敦です。ゴールデンウィークが間近になって、やっと秋田も桜が咲きましたよ。ここは私の家の近くの河原の桜並木です。あ、こんなところに私の娘がおります。さなちゃん、今日はみんなに車に傷をつけないドアの開け方を教えてあげようと思うんですけどやってみてもらえますか？いいよ。はい。あそこまで行くの？あ、車あっちだもんね。いいよ。水仙の花も咲いてますね。うん、綺麗。ここの桜好きなんですよ。はい、今日は車を傷つけないドアの開け方、閉め方をご紹介します。ここの部分、ね、この車は綺麗なんですけど、ここにこう爪の跡がいっぱいついてしまうっていうお悩みをよく聞きます。で、あとはドアを閉めるときにやっぱりこの辺に手をかけてしまうので、この辺にこう手の油とか傷がいっぱいついてしまいます。車が汚れている時っていうのは砂ぼこりが乗っていますので、ここをその状態で触ってしまうと、その砂で傷がついてしまいます。じゃあ、さて、どうやったら傷をつけないでドアを開け閉めできるのか。はい、ちょっと待ってね。ゆっくりお願いしますね。はい。じゃあ、ゆっくりちょっと手をかけてみてください。はい、ストップドアハンドルはできれば下からこのように手をかけてください。上から手をかけるとやっぱりこの辺に傷が目立ってしまうので、下から手をかけます。そしてその奥に爪を当てないように持ちましょう。はい、じゃあ開けてください。はい、このようにして開けるとどこにも傷がつきません。そして次は閉めるときです。閉めるときは、はい、あ、ストップ。はい、こういう風にですね、車のドアの縁に、手をかけて閉めてください。閉めてください。はい、こうするとドアには傷がつきません。はい、じゃあ開けて乗ってください。はい。はい。じゃあ閉めてください。はい。はい、バッチリです。はい、ステップを踏まないでおりまして、あ、早くて分からなかった。もう一回開けてください。はい、閉めてください。はい、ちょっと早くて分からないんで、もう一回開けて、もう一度復習で言いますが、ここに爪の跡をつけないためには、ドアハンドルは下からで奥に指を当てないように気をつけて引きましょう。で、ドアを閉めるときはそうめんを触ってしまうと傷がつきますので、この縁を持って閉めましょう。これが、ドアハンドルやここの部分、そしてドアの縁に傷をつけないドアの開け閉めの仕方です。あと良ければチャンネル登録お願いします。